菊池の木の鳥でしたね。ということでこんにちは、山井よと申します。今日はねどこに行っとるかというと、三重県桑名市の東方っていうところで、あれ東方でよかったですね、東方って書いてね、町があるんですけど、桑名駅からそんなに離れてません。っていうのもこれね、あの桑名駅の北のちょうど踏切のあたりなんですよ。これが JR ね、ちょっと変則的であれなんですけど、奥2つが JR で、手前があれ、あの養老鉄道で、上を近鉄が走ってますよというところなんですよ。ちょっと今回はね、企画説明をする前に、向こうのね、四日市行きの普通列車が入ってきましたけど、ちょっとね、面白い踏切がね、ここにあるんでね、それをね、説明しとこうと思います。ちらりと映っちゃったかもしれません。それがここなんですよね。一応踏み切ってるんで踏み切りと呼んで問題ないと思うんですけど、実はこの東方のこの、高架があったり、このあるところのね、下にね、こんな踏み切りがあるんですよ。何かがおかしいって、鉄道に乗る人じゃなくても分かりません。あ、養老鉄道がやってきましたけどね、鍵はね、あの養老鉄道にあるんですけどね、実は面白くて、普通踏切のね、この踏切棒って言ったら車を塞ぐじゃないですか、こっち側を塞ぐじゃないですか。ですけどここはね、こんな感じで電車側が塞がれてるのがありますから、一体何なんやって話なんですけど、よっしゃ、それはね、あの養老鉄道に鍵があります。あの養老鉄道はね、機関が JR と一緒の機関ですけど、あれなんですよね、もともとは近鉄、あの丸運色でも分かる通り近鉄の、電車でございました。近鉄、養老線というね、会社でした。その兼ね合いで、あの機関が違うんですけど、検査とかはね、全部ね、近鉄の塩浜で確かね、行うはずなんですよね、というのところなんですけど、ところがこの近鉄の塩浜の駅っていうのが、この標準機、これがね、ちょうど標準機ですけど、標準機の幅になっております。そうすると、そのまま、実は養老鉄道は狭軌なんでね、そのまま行けんやないかということで、じゃあどうするかというと、なんとね、検車の時にね、なんか車検をしたりするときは、この奥に工場があって、どこまで入っていいかな、そこまでいいのかな、そこにね、実は工場があって、そこで、あの台車を履き替えて、それでこっちから電車を送り込むっていうようなことをやったりするらしいです。ですから機関の違うところを走るように、そういうふうにするっていうね、やつがあったりするんですよという小ネタからスタートをしまして、さあ今日はね、何をやるかといったら、小ネタは小ネタなんですけどね、今日ね、ちょっとね、用事がございまして、よいしょ、あ、ここ津田学園やったんや、幼稚園の近くなんで、あんまカメラ持ちながら動くのもあれかもしれませんけど、ですね、今日はね、どこに行くかというとね、一宮に行きます。はい、今からね、愛知県のね、一宮に行きたいなと思っております。ちょっと用事があってね、もともとね、近いうちに行こうと思っとったら、緊急事態宣言やるどうのこうのになってね、なかなか愛知県に足を踏み込むってなかったんで、なんかまた出るかもしれないって言うとね、このね、合間を縫ってですね、撮影日が7月の10日でございますけど、行ったるやないかというわけでございますね。で、なんで桑名からなんかって言ったら、単純にちょっと午前中に別の用事があった兼ね合いで、今桑名の近くやったんで、ね、四日市に戻ってから、あれするよりも桑名から乗った方のが運賃とかも安いし、じゃあもう桑名から乗ろうというような、算段でございますよと。駐車場はね、ちょっと安いのかな、今止めたところ400円のところがあったんで止めましたけどね、12時間で400円、今から12時間あったら撮影も終わるでしょうから、
意外とこの辺り最大料金がなかったりとかね、面白いですね。土曜日だけ最大料金じゃないんだ、こことか、ね、で日曜日と日曜日から金曜日は600円っていうかね、まあでもね、まあ桑名ってやってね、桑名駅のまんまですか、まあまあそれなりにお値段はするのかなという感じですね。まあでも近鉄の四日市の駅前と比べると安いですけどね、 JR でもそうか、 JR の四日市の駅前って今800円ぐらいしますから、それと比べてもちょっと安いかな。まあちょっと離れですんでね、これが桑名のスイミングスクールね。これはあの桑名の駅前からよく見えるところだから、もうこれで大体この辺りに乗ったことがある人だったら分かるかな。もうここから桑名駅はそんなに遠くないですからね。よし、いやしかし今日もいい天気ですね。私が行こうとしてるのはあくまでも一宮市ですからね。そう、一宮市に行こうとしています。何を言ってるんだってね、思うかもしれませんけど、まあタイトルでもうあれかな、あれになってるのかもしれませんけど、さあどうしようかな。今日に関してはで一宮に行くんだったら、単純にコスパのことを考えたら JR で行ったらいいのちゃうのってなるところかもしれませんけど、まあそれはそうなんです、 JR で行った方が安いですなんですけどね、一つねちょっと裏があって、あのね、要は前もちらっと行ったことあると思うんですけど、あの名古屋駅、あの桑名駅から投資で買うよりも、あの桑名から名古屋までで一回降りて、で名古屋からもう一回乗り直した方のが安いんですよね。そうですので、それやったらぶっちゃけ近鉄を使ってもそこまで痛手ではないというのもあるんで、来て早いのに乗ってもいいのかなという気もするわけでございます。ただ近鉄だと混んでるかなというのはありますけどね、まあ、JR だったら2両なんでね、そこまで混んでないかなと、普通2両編成の方が混むんちゃうかと思いますけどね。東駅始発もまあまあありますからね、桑名からだと。さあということで西口の方ですけどね、まあ、どんどん絶賛大再開発中ですよね、どん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 これ店とか住宅とか増えるんでしょうね。もともとそんなにないもないところですからね、駅西は分断されてましたからね。分断って言っても JR からも東口からも出れたんで、そこまでの分断ではなかったんですけど、ああしかし蒸し暑いわ、とりあえず桑名から待ってやるかな。今近鉄も出てったところですからね、乗っていこうと思います。そう、意外と駅西の方がやあの駐車場安いのは安いんですけど、ただねもうどこもやっぱ満車ですね。そんなにまだ量がないですからね、これから駐車場もちょっと増えそうかなっていう感じはありますけどね。ですね、ちょっと離れたところまでここら辺止めようと思ったんですけどね、実はもう満車やったんでっていうオチです。でもこういうね送迎の用のところとかもしっかりしてますし、いいですよね。よいしょ、いやほんと桑名いい街になってます。どんどんなんかいい感じになっとるなっていう感じがしますよね。将来イメージはこんなんなんだ西口。こんな感じなんですね。結構ロータリーもしっかりとできてなる感じなんですね。さあで上りはエスカレーターありますからね、エスカレーターも最新ですからね、いいな。ちょっと涼しい。多分ここからどんどん開発が進んでいくんでしょうね。もともと名古屋のフェットダウンとしては本当に有能ですからね。まあもう桑名駅の説明は深くするまでもないですからね。前に一応チャンネルでもやってますし、今日は JR で行きましょうかね。はい、こっちね気をつけます。とりあえずここに自販機ある意味は何なんだと、不思議だ。で料金だけ見ておきましょうか。